前回のカツグラ、中途半端にしてほっといておいたシステム、そう、ガストトラップ。このままでいいのか、このままで2021年終わっちゃうぞ、ダメだろうというわけで、しっかりと最後まで作り直してみた。脇層を増やし、そして処理層を作ってみる。あ、ちょっと手抜いてるけど。そして出来上がったのがこれ。しばらく待ってみると、あれ、ダメじゃん。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。ちょっとね、あ、これ止めた、わかる？あ、これちょっと止めてるんですよ。あ、これちょっと止めて、でもちょっとやられてんな。ビヨーンビヨーンみたいな、ビヨーンビヨーンビヨーン。まあそれは置いといて、止めました。これでもしかするとね、ちょっと待って待って待って、あいつが危ない。峰打ちしてくるか。あ、どうも峰打ちです。うぅ、やれやれだぜ。さあ、それよりも、なんだこれ、怖いの。気持ち悪い気持ち悪い。このなんだこの黒曜石ブロック、なんなんだろう。絶対ああいうのから湧いたし。さあ、というわけで、どうなんだろう、しばらく。お、今湧いてたよね。今一瞬湧いたよね。え、来たんじゃないかな。どうなんだろう、どうなんだろう。多分今の言ったと思うんだけどな。いくよ。てれん、うーい。あれ、今一瞬湧いた気がしてんだけど、あれあれ、なんかダメなのかな。いや、本当に難しい。おー、絶対今湧いたしと思ったのよ。ほら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 、湧いてんだって、ガスト。どこ行くのあなたは。今湧いたガス、ああ、うわ、ちょっと待って、40個的に入ったんだけど。湧いてはいたんだ、これ。湧いてはいたんだけど、なんかこっち戻されてたね。こっち戻されてたんだ。1ミリも吸収されず。ああ、なるほど。ここで倒します。そうか、横幅が広くないから、ちっちゃいからだ。で、ここ戻されます。ここだわ、まさしく。これ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 のここに戻されますなんだわ。とりあえずこれ40個手に入れたってことは、今ちょっと放置してたんだけどさ、あれ、これ動いてるってこと？ちゃんと動いてたってことでいいのかな、これ。ちょっと待って、一旦米読んでみる。米読み。はい、いつも動画楽しく見られておりますと、 G が出てきた時はどう対処してますかと。コウさん、ありがとうございます。彼らはですね、もう絶対どっかに潜んでるんですね。どっか道端歩いて、こっちの家にやってくるかもしれません。もう家にだけいるんじゃなくてさ、そういうことがありえるんです。だから私ですね、もう侵入された時用の対策をしておりまして、各外からの入り口に、ゴッキー用の毒弾を仕込んでおります。あ、もちろん子供が食べれないような、なんかプラスチックに囲まれてるやつね。それを仕込ませています。だから確かに玄関口とか、なんか扉口あたりにいる時はあるんですよ、いる時。ただ基本的になんか毒団子食べちゃって行ってます。以上です、以上です。やっぱ絶対的に生きてるやつには出会わんようになってるから、それはそれでいいのかなってね。生きてるやつには出会ってないんですよ。もう一個ぐらい読んどいた方がいいかな。ファイヤーさん、カズさんの声よくて、いつも寝れます。本当にありがとうございます。ありがとう。採用されました。ありがとう。ただ、マシンがね、もうちょっと離れたところに作ればよかったんだけどね。忘れてたっていう、ここ登ってから気づいたっていうね。これで、どうなんだろう。さっきのあれが正しいと、真ん中ら辺にね、うわ、溜まってる、ほら、溜まってる、こんなところに。ほら、45個。あ、溜まってんだ、これ。湧いちゃうんだわ、こんなんやってると。あ、だから逆にあっちの湧きそうに干渉しない、ここら辺の高いところにいるとね、いいんかもしれんわ。それかもわからん。どっかあっち側に干渉せずにギリギリのところにいると、いい感じにこう湧いてくれるんじゃねえかなって、そんな気はすんだ、これ。ああ、これマグマトラップね。蹴っちゃってんなー、これ。恐ろしいシステムだ、これ。でこうね、ふわふわこうふわふわしてる間もここでふわふわと湧いてるはず。すると真ん中にほら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 また生まれてるわ。なんか悪いね、この辺になんか湧くんだわ。これこっち行ってだからこっちをもうちょっと広く持っていくことができたらちょっといいかもしれんな。だから逆に分かったわ、これ逆によんなんかいる今ちょっともうウィザーローズの声捉えちゃったんだけど、ペンペンとこの端っこに置くことでちょっとマシになるんじゃないか説もあるんだよね。こうしてるだけでおおいったね、今いったね。さあ今の子がどうなったかだよ。どうだ、お戻ってきてないんじゃない？どうよどうよ回収されたんじゃない？こっちに。びっくりしたー、ゴリゴリにいたわ。ゴリゴリにいてびっくりしちゃった。いやー難しいもんですな色々と難しいもんですな。あでも50個分もゲットしてった。あの子たちを解放せねば。消えるんかーい。や戻されたってことないよね。なんで消えたわ。消えてもたわ。なんだ、はい、おあれなあ、でも先切った分かもしれんな。あちょっとずつ近づいてきている。ウィザーローズがちょっと欲しい、な。ウィザーローズなんかマシーン作ってもいいのかもしれんな。ウィザーローズ大量製作マシーン、それはありだな。どこで作るっていう話もあるが、それありだな。オリジナルのやつで作ってみるのもありだな。あ、またおいおいちょっと考えとこう。これはカズクラ。さあというわけで今日は恐ろしいことをしようと思ってる。奇跡の新ブロック作りです。確かレシピ的にはガラスだったっけ？違う、黒曜石も必要だったっけ？あれ？あーエンドが必要か。エンディはどこに行くと手に入るんけこれ。エンド？交易。いや交易もそんなないぞ。えマンパワーでやれって。トラップあったら一撃なんだけどな。こうやってえいってこれ地道な作業で目を合わせてはこうなってくださいって言って、あでもこれだったら別に言うほど悪くないかな。目を合わせて持ってください。てててまっつ、そう危な。あでも結構早い結構思ったより早い。あんま調子こいていっぱいやるだからな。これたまに乗らんことあるから、はいこっち来てくださいって。うわおおそういうことね。1体ずつ、うやーべ2体か、うーわまずい、3体だこれまずいぞ。お前の友達をまずは、そしてお前を乗せる。うまい上手。とりあえずもうこんでいった。もうあと23体で終わろう。これまずあっおいっす130レベル。おいっすおいっすカズクラあった。バカローバカローバカローラスイッチ。おーい、おおお危ねえ、またやられると思った。危ないオッケーオッケーもう怖いさてあとはこうしてエンダーアイを、作り上げ、さあ久々イデオエンドゥクリスタル。おーい、エンドゥクリスタル、まだ作れる、いやまだ作れるわよー。みやエンドゥクリスタル、うわ24個、あ結構作れるんだねこれ。エンドクリスタルでマジ50個分。ジュイン、はい、込んで、75個のエンドクリスタル、完成でございます。では奇跡の、新ブロック作りますか。あれですよ、あれしかないでしょもう。もうすごい簡単で、ピストンとオブザーバー、あとはで一旦このレーザーも一旦切って、スライムブロックじゃダメ、一旦切ってこの上に置くとかっこいいかなって、というわけで、上に置きに行こうと思います。あと必要、もう一個必要なのあった。黒曜石、どこがいいだろう本当は。いやでもここいいよな、ここにちょっと置かせてもらおう。ほんと簡単なんだ。黒曜石をここに置いていただいて、いやもう一個だ、ここが真ん中なんだよね。ここに置いていただく。ほんでもう簡単ですよ。粘着ピストン置きます。ほんでよ、オブザーバー置きます。はいはいはい、ほいで、あ動いたよね。もうみんなわかるよねこれ。あの子押せるんですよ。あっちの上、真上もいいけどな、水の上、あっちの方がいいかな。ちょっと待って、あっちにしようかな。こんなごちゃごちゃしてるよね。ちょっと待って、あっちの真上にしてあげよう。こうしよう。ここにしよう。真ん中はここで、ここだな。ここが真ん中だわ。なので多分1マス浮かせるぐらい、こんでいいや、こんで。ちょっと作り出してくね、さっきと同じ要領で。はい OK です。さあというわけで作っていきます。大丈夫かな本当に。いくよ。おー、いや真ん中かなこれ。ちょっとずれた気がするんだけど、まあ、いっか。なんとこれ重ね掛けができるんですよ。はいはい、まああとはこれ繰り返していくだけ、これ右クリックしていくだけ。おーい、すげえじゃん。はい、どうぞ。重くならない、大丈夫かな。一応今30何 FPS 出てるな、こっち本枠で。大丈夫だと思うんだけど、うわーいい感じ。さあこれをどんどん重ね掛けして、うわ超綺麗。新ブロックのようにね、重ねまくって円を作るとかっていう技もあるでしょ。それと一緒の意で重ねまくって、新ブロックみたいに見せるというこの超高等技術。はーい OK でーす。怖い、大丈夫だよな。はーい、というわけで新ブロック完成でございまーす。重さ的に大丈夫、変わってない気がする。そんな変わってない気がする。この程度では。うわなんだこれ、見てごらんなさいこの新ブロックを。うわ目立たんな。思ったより、いつかこっからビーム、下からビーム出せるぐらいにしとこっかこれで。ちなみにこれ透き通ります。はい、透き通ります。ただこれ左クリックするだけで超危険だよ。はい、というわけで本日はこんなとこで終わりましょうか。いいブロックできたのこれ、いいブロック。ほら体全体がすっぽりと隠れちゃうっていう、何にも使うことできないんですけど、いいブロック完成いたしました。噂によるとね、これで大ジャンプなんかもできるらしいんですよ。すげえ大ジャンプできるらしいよ。ただ絶対的に危ないので、耐えれんよなこの装備で。絶対的に危ないので、とりあえずやめておこうかなと思っております。というわけで本日はこんなとこでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。